太郎丸です。今回は旧作映画ですね。いつもは新作映画なんですけど、今回は旧作映画のレビューをしていきます。今回レビューするのはジュラシックワールド。本作はもう映画界の伝説、スティーブン・スピルバーグ監督によって作られた、もう世界的な大ヒット作、ジュラシックパークの第4弾ですね。シリーズ第4弾、4作目ですね。この映画が公開されたのが2015年なんですけれども、その前のジュラシックパーク3、シリーズ3作目のジュラシックパーク3が2001年の8月に公開されたんですね。なのでこのジュラシックパーク3からジュラシックワールドまでの間に14年もの、ね、長い時間がね経っているんですね。まあ、なぜこの14年もの間、まあ、これだけの、ね、人気のあるシリーズが14年もの間作られなかったのかというと、まあ、制作人たちの間でね、まあ、いろいろごたごたがあったりしたらしいですね。でそれに加えてこのジュラシックパークの原作者がいるんですけれども、このジュラシックパークの原作者マイクル・クライトンさんっていう方らしいんですけど、まあ、その方がねもう亡くなってしまったんですね。亡くなってしまった、まだ若かったみたいなんですけれどもね、まあ、この突然のね、まあ、訃報もありまして、まあ、このジュラシックパークの4作目は、まあ、原作者が亡くなってしまったっていうこともあって、まあ、頓挫してしまうみたいな話にもなったらしいんですよ。でただね、まあ、そこでね、まあ、やっぱり作りましょうっていう風に言ったのが、まあ、1作目の監督でもあるスティーブン・スピルバーグなんですね。まあ、彼が、まあ、やっぱり作りましょうという風に公言したこともあって、まあ、そこからね、まあ、ジュラシック・パークではなくてジュラシック・ワールドっていうなタイトルにしたりとか、まあ、そこからは割とトントン拍子でね、まあ、制作がね決まっされていたらしいですね。まあ、これだけのね長い間待たされていたってこともあって、まあ、当時の公開された時はねファンにとってはお祭りだったでしょうね。まあ、やっぱりねジュラシックパーク、まあ、ジュラシックシリーズっていうのはもう唯一無二ですからね。まあ、こんなにね、まあ、恐竜がね暴れ回る映画なんて、まあ、モンスター系と言いますか、まあ、そういったね怪獣とかね怪物が暴れる映画ってまあ、結構ありますけど、まあ、やっぱこれだけの知名度っていうか、まあ、やっぱ恐竜がね純粋にね好きな人たちってやっぱいると思うんですけど、まあ、そういう人たちにとってはねもう唯一無二のね作品ですよね。まあ、恐竜はね僕はそんなに詳しいわけではないんですけど、やっぱりこの映画によって、まあ、このジュラシックシリーズによってラプトルっていう恐竜のことはね初めて知りましたからね。やっぱりねこのジュラシックシリーズ、まあ、こんだけ待たされたっていうこともあって、公開当時はねやっぱ興行収入も結構すごかったみたいですね。はい、今ちょっと確認したんですけど、日本国内でのジュラシックワールドの興行収入ですけど、なんと95億円です。いやすごいね。なんかこういう海外の、まあ、大作映画って日本では意外と興行が振るわないことってあると思うんですけど、いやさすがですね。まあ、14年待たされたかってこともあるでしょうけど、いや日本国内でもこんだけ覚醒いでしまうっていうのはやっぱりすごいですね。まあこんだけ稼げる以上ねシリーズが終わるってことはちょっとないでしょうね。まあ、今後ね、まあ、7作目とか8作目とか、まあ、作られていくことでしょう。まあ、それぐらいのね、まあ、ブロックバスターですからね。で、まあ、まあいろいろ言いましたけど、じゃあ僕自身がねこのジュラシックワールド、まあ、どういう感想を持ったかっていうと、やっぱね面白いですね。なんと言いますか、僕はこのジュラシックワールドを見てて思ったのが、あの主人公のオーウェン、あのクリス・プラットが演じているオーウェンっていうキャラクターがいますけど、彼が結構好きですね。まあ、このオーウェンっていう人がどういう人かっていうと、まあ、人間たちはねまた証拠りもなく恐竜をね
飼っているんですよ、まあ、ジュラシックパークの事件からだいぶ経っているのに全く反省をしていない、まあ、恐竜たちをね、なんか檻みたいなところに入れてまるで動物園みたいにしてね、まあ、飼育しているんですけど、オーウェンはその恐竜たち、まあ、ラプトルっていうね、まあ、ちょっとちっちゃめの恐竜がいるんですけど、まあ、その恐竜たちの飼育係なんですね、まあ、餌をあげたりとかしてね、まあ、こういろいろこう待てみたいな、なんかちょっとなんていうの、犬みたいな扱いにしていたりもするんですけど、まあ、そういう、まあ、教育係っていうか、まあ、飼育係ですね、まあ、餌をあげたりして、まあ可愛がっているんですよ。彼はね、恐竜に対してね、結構なんて言うんでしょう、こう上から目線な感じはしない人なんですね。まあ、なんて言いますか、彼はね、非常に優しいところがあるんですよね、恐竜に対して。この映画の途中で、まあ、ある恐竜がね、まあ、ちょっとなんていう恐竜か、ちょっとごめんなさい、ちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、ある恐竜がね、もう力尽きようとしているんですね。まあ、そういう恐竜に対してこう、まあ、もう楽になれとか、無理するなとかって、ゆっくり休めみたいなことを言うんですよ。まあ、あのシーンがね、僕実はね、この映画で一番好きなんですよ。あのオーウェンのね、こう優しいところ、まあ、動物とか命に対してこう優しいところがね、垣間見えるシーンで、僕はすごく好きなんですね。で、彼は恐竜に対して優しいと同時にね、恐竜に対してね、恐怖もちゃんと持ってるんですよ。こういう恐竜をね、なんて言うんだろう、人間たちが恐竜をね、こういろいろ改造したりとか利用したりすることによって、恐竜がね、もう暴走したりしていって、こう恐竜をね、こう甘く見れないみたいな、こうある登場人物に言いますよね。こんな怪物を生み出したのはお前のせいだみたいな。恐竜をこう利用したりバカにしたり見下したりしている人間は、こう何と言いますか、こう恐竜をね、バカにしているといつかお前たちに牙を向いてくるぞみたいな、まあ、そういう考え方をするキャラクターなんですね、オーウェンは。僕は結構そういう彼のね、まあ、考え方とか、そういうキャラクターがすごく好きになりましたね、うん。ただ一方でね、嫌いなキャラクターもいるんですよ。これ結構いろいろ言ってる人がいると思うけど、はい、あのオーウェンの恋人かな、恋人役のクレアなんですね。彼女はジュラシックワールドの、まあ、科学者なのかな、なんか結構偉い人、位の高い人らしいんですけど、彼女のね、取ってる行動とかがね、ちょっとね、気になりますね、うん。まあ、この人ね、結構やらかすんですよね。なんかもうそもそもパークのセキュリティが甘いっていうのとか、それとあとやっぱり、まあ、彼女ね、お姉さんがいるんですけど、お姉さんの子供を預かるんですけど、その子供たちに対してね、なんていうか、こうあんまり関心が なさげなんですよね。年齢もね、何歳なのかもわからない、でもちゃん預かってしまっているし、でなんか問題が起きたら連絡しようとするみたいな、っていうのもあるし、まあ、そもそも彼女ね、恐竜に対してね、結構甘く見てるんですよ。ジュラシックシリーズはね、結構、まあ、甘く見てる人っていっぱいいますけど、まあ、この人がね、結構そう、なんか暴走するっていうか、判断力がないところがなんかちょっと嫌なんですよね、まあ、しまいには逆ギレしますからね、オーウェンに対して、まあ、それに引き換えね、オーウェンはやっぱさすがですね。彼はね、冷静沈着に恐竜を決して甘く見ようとしない、実にね、ヒロイックでかっこいい主人公なんですよ、僕はやっぱオーウェンが一番好きですね、はい。で、まあ、まあ肝心の恐竜ですけど、まあ、僕ごめんなさい、恐竜はあんまりね、詳しくはないんですけど、やっぱそんな僕から見てもやっぱ恐竜はかっこいいですね、まあ、そもそもね、1作目、あのスピルバーグの1作目 あのジュラシックパークの時点で、まあ、十分恐竜はね、かっこよかったですけどね、まあ、本作はとにかくね、恐竜がね、まあ、とにかく知能がありますからね、今回のジュラシックワールドの恐竜は、まあ、知能があるから頭がいいんですよね。
なんか本能でなんか暴れてるというよりかは、なんだろう、ちゃんと思考している、自分の判断をちゃんと持って行動しているっていうのがやっぱ怖いですね、うん、頭のいい暴力もの、暴れん坊と言いますか、頭のいい暴れん坊というか、そういうのがねやっぱ怖いですね、うん、まあ、現実の人間でもねやばいやつはいますけど、まあ、とにかくね恐竜はねでかいですからね。今回の T-Rex のなんか進化版みたいなやつがいるんですけど、そいつがとにかく怖い、やばい、すごいです。まあ、今回はね旧作映画のレビューということで、まあ、簡単なレビューにしておこうと思いますが、まあ、一応ね点数をつけます。この映画に、5点満点中点数何点なのか点数をつけたいと思います。今回のジュラシックワールドの点数は5点満点で、そうですね、3.7 ですね。うん、いや、まあ、14年待たされた甲斐がある、まあ、実にね迫力のある、そしてハラハラドキドキする、そして何よりもワクワクする、恐竜は怖いけどワクワクする、うん、実にね何と言いますか、唯一無二のエンタメ映画とでも言いましょうか。いや、まあ、やっぱねこの映画のねラプトルがねやっぱ可愛いですね、うん、なんというか現実にねラプトルがいたらねやっぱね見てみたいですね、動物園みたいなところ。いや、まあ、恐竜はね動物扱いするっていうのもちょっとどうなんだろうなんて思いますけど、でも実際にやっぱねラプトルがいたらね動物園みたいなところがね公開してほしいですよね、うん、まあ怖いですけどね。人を襲うからやっぱ怖いけど、でもなんかこうこの映画を見ているとラプトルはやっぱ可愛く見えるんですよね、うん、なんだろう、近くで見る分には怖いけど、ちょっと離れたところ 5,6 メートルぐらいの離れたところからねじっくりとこう観察したい、うん、愛嬌があるんですよねこの映画のラプトルって、愛くるしくな見えてくるっていう、ちょっと不思議ですよね、うん、まあ残念ながらね現実の恐竜はねもういませんけどね、でもやっぱり恐竜がいたらいいなっていう、そういう夢を叶えてくれる映画でもありますからねこのジュラシックシリーズ、うん、まあまたね7月の終わり頃にねあのジュラシックワールドの3作目が公開されますけど、あれもねぜひね見てみたいですね、早い段階で見て、まあ、今回みたいにねレビュー動画にして、まあ、感想を言えたらなと思います。はい、今回はこんな感じかな。はい、このチャンネルでは映画のレビュー、たまに漫画アニメのレビューをしていますので、もしよかったらチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。チャンネル登録ねどんどんやってくれると僕はすごく嬉しいので、やる気につながりますのでぜひよろしくお願いします。はい、今回はじゃあここまで、バイバイ。